フィリピン大学ロスバニオスコーで開催されたオブレーション、ランオブレーション、ランオブレーションランはフィリピンの複数の大学で学生団体アルファハイオメガの支部が開催している行事である。名称はフィリピン大学の象徴となっているラゾーオブレーションに由来し、参加者は全裸に顔を仮面で隠しただけの姿で学内外を走りながら社会問題を訴える。 1970年代に開始され、毎年12月に開催される恒例の行事となっているが、女性の参加が控えられていることと裸の露出は批判の対象ともなっている。オブレーションランはハイオーメガが1925年12月16日に設立されたことを記念し、毎年12月16日に開催される。ただしこの日が週末にかかった場合は、 開催日が変更されることもある。また APO のフィリピンにおける記念の月である3月や各支部、所属大学の記念日などに特別に開催されることもある。参加者は仮面で顔を隠しただけの全裸となり、学内外を走る。正規を覆う葉っぱをつけていることもある。また手にはバラを持っており、監修にバラを配る。参加者は APO 会員の志願者である。 一部で新入生が強制参加させられるとの誤解もあるが事実ではない。オブレーションランは社会問題に対する抗議を目的としており、ジョセフ・エストラーダ大統領の大臣、マギンダナオ大量虐殺事件や司法試験爆発事件といった事件の救命要求がテーマとして取り上げられている。各学校の見学者の数は多く、参加が控えられている女性が中心である。 また、カメラやスマートフォンで写真に残す人もいる。アルファ・ファイ・オメガは九百二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国ペンシルベニア州イーストンのラファイエット大学で設立されたフラダニティである。フィリピンでは九百五十年三月二日に、マニラのファー・イースタン大学において最初の支部が設立され、九百五十三年二月十日には、フィリピン大学ティリマン校に、 イータ支部が設立された。フィリピン大学は1908年6月に設立された国立大学である。ディリマン校は大学でも機関施設に位置づけられ学生運動が盛んなことでも知られている。オブレーションランの名称の由来ともなったオブレーション像は1939年にフィリピン大学マニラ校に設置された裸の男性像である。当初は全裸であったが オルヘバトボ早朝期に生気を覆う一軸の葉が付け加えられた。この像はフィリピン大学各校にあり、大学を象徴するものとなっている。オブレーションランの起源については、諸説あるが、開始された年を1977年とする点では、むね一致が見られる。ディリマン校の APO シブウェブサイトに掲載された1996年の記事によれば、 オブレーションランは APO が出資した演劇ハバドナ・バヤニの宣伝のため、指名不詳のある APO 会員が裸で学内を走り回ったことから始まったという。この作品は、その数ヶ月前に騒ぎに巻き込まれて死亡した APO 会員のローリー・アバドに捧げられた。宣伝行動が効果を上げたことから APO は毎年、 APO の記念日である12月16日にオブレーションランを実施することにした。GMA ネットワークもニュースサイトで同様の経緯を紹介している。フィリピン大学バギオ校の学生新聞、オブルが伝える話はこれと異なっている。同志2011年の記事によれば最初に走ったのはローリー・アバド自身でマルコス政権が戒厳令下で行った人権侵害を描いた。 演劇、ハバドナバヤニが政権によって禁じられたことに抗議する目的だったという。ローリー・アバドは、その数ヶ月後に騒ぎに巻き込まれて死亡。APO はこの会員を記念して、毎年オブレーションランを実施するとともに、その時々の社会や政治に関する問題を訴えて、いくことにした。一方、フィリピン・デイリー・インクワイアラーに掲載された、APO 会員。 メンギー・コーバー・ビースの証言によれば、オブレーション・ランは、マルコス独裁家で自分が出演する演劇、ハバドナ・バヤニが禁止された際にいたずらとして始めた、のだという。演劇は、当時の政権を風刺する内容であった。さらに AP 通信は全く異なる経緯を、紹介している。記事を書いた、オリバー・ティブスによれば、オブレーション・ランは抑圧された。 農園労働者を描いた映画、ハバドナ・バヤニの宣伝として始まったとされる。オブルの説同様、この説でも映画はマルコス政権によって禁止されたと説明されている。インターネットムービーデータベースも、ハバドナ・バヤニをロバート・アーバーロが監督した1977年の映画作品として掲載し、この映画は1978年にゴワード・ウリアン賞を受賞したとされる。 以降、この行事は、バニオ港、ロスバニオス港、マニラ港、ビサヤ港など、を、フィリピン大学の他のキャンパスや、フィリピン工芸大学。2005年12月、リリマン港のオブレーション欄ンに、韓国人と伝えられる二人の全裸の女性が現れ、参加者30名の後について走り出すことがあった。二人は、仮面で顔を隠し、女性の権利を主張する文言の書かれた紙で、 下半身の女性機を前張りの代わりに覆った姿で走り、撮影者に向かってポーズを取った後、車に乗り込んで足早に立ち去った。これはオブレーション欄ンに女性が参加した最初の事例である。しかし、二人は APO の会員ではなく、APO 側は二人が会員の行事に乱入したことに対して不快感を示した。2008年6月18日、 フィリピン大学100年祭に際し、オブレーションランが開催され、APO 会員100人が、リリマン校の周囲半マイルを走った。これは、オブレーションランの歴史の中でも、最多の参加人数であった。参加者は午前11時に、ビンソンスホールを出発し、大学本部のある、ケソンホール前のオブレーション像へ向かって走った。参加者は、人民に奉仕せよといった文言。 あるいは教育に対する政府の補助金拡大、当時のフィリピン大統領、クロリア・マカパガル・アロヨの退陣を要求するスローガンの書かれたプラカードを掲げて走った。監修の中には、マカティ市長で、後にフィリピン副大統領となった APO の先輩会員、ジェジョ・マールビナイも加わっていた。二0九年三月、上院議員のアキリノ・ピメンテル・ジュニアは、男性器の無遠慮な露出、 社会規範をないがしろにする行為として、オブレーションランを批判した。ピメンテルは、オブレーションランが、子供から老人まで含まれる慣習の目に触れる、公開行事である点を指摘し、この行事は、改正刑法で禁じられた露出行為にあたり、さらには、女性差別でもあると主張した。ピメンテルの主張に、カトリック教会も同調した。タグビララン司教のレオナルド・メドローソは、 オブレーションランが悪質。司教はピメンテルと同様に純真な子供が監修に含まれていることに懸念を示し、裸体を見せなくとももっと上品な手段で同じことができるはずだと主張した。リンガエンダグパン大司教のオスカー・ブイクルスもこの見解を支持した。ピメンテルはオブレーションランが法に反しているかどうかに関する調査を要求し、大学当局も含め、 果たすべき義務を果たさなかったものを追求していくと述べた。2010年には、デラサール・ワランネタ大学の大学司祭、サルバドール・クルチェットが、学生のオブレーション欄ンを禁止した。司祭は、カトリック校の学生が裸で街を練り歩くことは、地域に、信者の価値観を示すことにならない、と禁止の理由を述べた。同大学の APO 支部は、その2年前にも、支部50周年を記念した。 オブレーションランをマラボン氏の許可を得て実施しており、特に問題は起きていなかった。しかし支部は禁令に従ってオブレーションランを中止し、代わりに昼食会を実施した。またマニラで司法試験が実施される際には、受験する APO 会員の応援のため会場周辺のタフトアベニューでオブレーションランが行われるのが通例となっていたが、 無用な騒音とその卑猥さに苦情が出ているとして2008年に禁止された。ありがとうございます。